新潟西インターチェンジの形状を描いたタイル。これは、北陸自動車道の全線開通時に、なだち谷浜 SA に設置されたものである。2009年撮影。新潟西インターチェンジは、新潟県新潟市西区にある、北陸自動車道、国道116号、国道289号新潟西バイパスのインターチェンジである。インターの簡易構造を示したもの。 薄緑色が新潟西バイパス、能力色が北陸自動車道である。新潟都心方面の最寄りインターチェンジの一つであり、北陸自動車道と新潟西バイパスをつなぐジャンクションの役割を果たしている。北陸自動車道、新潟西バイパス間の接続には一部制限があり、新潟西インターチェンジを介しての新潟中央、ジャンクション方面と、 黒崎 IC 方面との相互利用はできない。このため、国道7号方面、国道8号長岡方面、青山方面と、万越道、日本海東北道を相互利用する場合、新潟バイパス名家インターチェンジ、新潟県道16号新潟亀田内野線経由で、新潟中央インターチェンジもしくは四畜山 IC、亀田 BP 経由で、新潟亀田インターチェンジへ向かう必要がある。 なお、昇進 IC 方面からは、北陸自動車道、新潟中央ジャンクション方面、牧方東 IC 方面のどちらへも流入、流出可能である。当初、北陸自動車道の終点は、新潟黒崎 IC であったが、その後北陸道の新潟市内への延伸工事及び、新潟西バイパスの建設に伴って、新潟料金所新潟黒崎 IC の間に、 東 IC を設置して、バイパスに接続し、東 IC 新潟黒崎 IC は、新潟西バイパスに編入される形となった。また、1989年3月23日まで、新潟西第一料金所のある場所に、新潟料金所が設置されていたが、新潟西バイパスの開通に伴い廃止された。東 IC はトランペット型で、南北に通る北陸道料金所。 黒崎 IC が元々の本線となっている。このため、新潟西ワイパスは、登校車線は、ソワ方面から2車線のランプで合流、再行車線は2車線のランプで分岐し、カーブを描いて西へ向かっている。かつてこの再行車線のランプ区間は1車線分岐で、カーブの曲線半径が急な上、最高速度も時速 40km に制限されていたため、 慢性的な渋滞が発生していたことから、2004年にランプの最小曲線半径を R イコール52メートルから R イコール80メートルとカーブを緩やかにし、ランプを南側へ拡張して、ソア方面に車線で分岐する改造工事が行われ、同年11月1日に開通。同時に最高速度も時速50キロメートルに引き上げられた。 当初は11月中旬に観光予定だったが、新潟県中越地震の影響で混雑が激しくなったため前倒しして仮観光し、その後回収などを行い観光。この際、北陸道へは右側車線から分岐する通行区分に改められ、渋滞はほぼ解消した。また、バイパスと稿車線の新潟西インターチェンジ、黒崎 IC 間は、 新潟西バイパスや北陸道から引き続き走行する車両が多いことから速度制限を喚起するため、ここは一般国道スピード落とせと注意を促す看板が設置されている。入り口出口入り口出口。ありがとうございます。